松永文庫は、福岡県北九州市文字区の文字庫をレトロ地区内に、ある映画、芸能資料館。大正期から現在まで、約100年に及ぶ、映画資料等5万店長を所蔵する資料館である。正式名称は、北九州市立映画資料室、松永文庫。松永文庫は、文字区出身で、区内派生に住んでいた小松永武氏が、 勤めていた会社を定年退職後の1997年10月、自宅を開放して映画研究のため収集した映画芸能関連の資料を無料公開したことに始まる。松永はその後高齢となり一個人での資料整理や保存が難しくなったとして2009年11月、すべての資料を北九州市に寄贈。市はこれを受け、松永文庫市による 文化施設として、文字市民会館内で、無料一般公開。資料整理と研究にあたる、学芸員もつけ、2013年からは、文字校レトロ地区内の旧大連行上屋にて、資料展示を行っている。松永は肺がんを患い2018年10月14日に、区内の病院で死去。その今まで、企画展示のプロデュースに携わった。定期的な企画展のほか、毎月、 マンスリーシアターという上映会を開催している。また、日本映画批評家大賞では、松永の没後の第28回より、松永の名を冠した松永武史賞を創設。愛や志で、日本映画の活性化に尽力した、個人、団体に贈られる。ありがとうございます。